全男サボンあげとけって思ってますよね、誕生日って一緒に。とかサボンちょうどいい。やめろおい。おいやめろ。いやいや枕抱きしめて強く握ってたら相手は喜びます。生々しい。ちょっと待って、そこまで考えてる。ちょっと待って、やだ。なんかさ、もう、やだ。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。行ってみるといいんじゃないでしょうか。思います。思います。そう思います。はい。頑張ってください。次、行きます。ナテさん、はじめまして、ご相談があります。Tinder を始めようと思っているのですが、趣味が女性受けしないものという自覚があります。プラモデルと。こういった場合、素直に記載した方がいいのでしょうか？それともソフトに、もしくは隠して別の趣味を記載した方がいいのでしょうか？ご回答いただければと思います。ああ、これは聞きたい。別にいいんじゃないっていう、別に好きなものなら書いていいんじゃないですか？この前も言ったけど、趣味はアイドルです。鉄道です。アニメめっちゃ見ますとかさ。そういうのは女性目線から見たらどうなのかなっていうのは、単純に気になったりはするね。それしかないからどうしようとかならもうちょい趣味頑張って考えようなってなるけど、まあでも Tinder にプラモデル好きですって書いてそこに食いつく人がいるかって言ったら別にいないんで、Tinder やってる人たちって多分あのプロフィール欄もう文章までちゃんと熟読したやついねえだろいないっすね、うん、いないだいないっすね。恋人欲しさに始めるなら Tinder じゃなくてタップルペアーズとかにして趣味の欄にプラモデルって書けばいいんじゃないかなと思います、うん、はい、では次いきます。はい、どんどんどうぞいつも応援させていただいております。ご相談なのですが、先日いつもお世話になっている、まあ、風俗嬢の方からなんと誕生日プレゼントにお高めのブランド品をいただいてしまいました。さすがにお相手の誕生日にお返しをしなきゃと思っているのですが、あくまでも客と嬢という関係を踏まえた上でどのようなプレゼントが肝がられない絶妙なラインでしょうか。また七点さんが現役時代にもらって嬉しかったものなどあれば。気になるこれはお高めのブランド品あげることなんて多分マジでなかったし、何事？どういう関係って感じなんですけど。お気に入りですよね。お気に入り以外何にものでもないですよね。お気に入りかそれ以上のなんか100倍返しとかにしてもらえると思ってるかどっちかなんですけど。なるほど。物か。なんか前も言ったんですけど、物をもらうより、千円札これ飲み物、なんかお菓子代にしなとか言ってもらった方が嬉しいんですよ。いや、これガチで。へぇー。高い財布とか、カバンとかをもらって、好みじゃなかった時に、売るってなるとちょっと心痛むし、かといって使わないとかだともったいないなみたいな気持ちになっちゃうから。現金よこせよと。千円札の方が100倍嬉しいですね。でも、まあ、誕生日にプレゼントもらって、誕生日に返すって言うんだったら、なんだろうな。この人はもう七点さんが欲しいって言ったものを多分送ると思うよ。ちゃんと考えて。マジでむずいな。誕生日にお返し？俺はね、なんかプレゼント系渡すときはね、サプライズ性がやっぱりプレゼントってある程度は大切だと思うんだけど、その何をあげるかをサプライズにしないで、あげるタイミングをサプライズにするから、欲しいものはね、聞いちゃう俺は。ああ、俺意見はねもう聞いちゃう。一緒に買いに、まあでもそんな買いに行くのはめんどくさいしな。マジでむず、マジでプレゼントなんてあげねえからわかんねえ。単純に奈良店さんが今じゃあ欲しいもの言ってよ。今ですか？今デパコスのクリスマスコフレが欲しいです。だってやっぱ限定もんなんだよ、限定もん。ああ、限定もの、まあ、クリスマスコフレいっぱい入ってるんで、合う合わない、まあ、数、うちゃ、一つくらいあるやろ、みたいな。コフレ、おすすめです。これからのね、季節、プレゼント、悩んでいる方。俺も参考にしよう。やっぱ限定も来るんだ。ハロウィンとかクリスマスとかね。まあ、そうですね。クリスマスコフレって、年末とかに出るんですけど、化粧品、セットみたいな、うん。そんなに高くないんですよ。言うほど。へえ、そうなんだ。割といつまんないで収まるものだったり、コスパよくいい感じのものあげられるんでおすすめです。参考になります。はい。
俺なんかそういうプレゼントの時困ったら、はい、6下んかサボンあげてます。うわ出た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 、うわってなんだよ。サボンはサボンはマジで本当にアドでしかないんで、サボンは本当に大正解だと思います。あざすあざすあざす、全男サボンあげとけって思ってますよ。誕生日の人になんかあの恋人でもないし、まあでも仲いい女友達ぐらいの感覚だったらサボンあげとけとりあえずって思って。そうよね、サボンね、セフレとかセフレとかサボンちょうどいい。やめろお前、お前やめろ。だって女の人の肌がツルツルもちもちになったら抱く側もなんか気分いいじゃないですか。気分いいし、間違いない、なんかセフレ育てたなってなるか。そう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 。だからまあとりあえずサボン買っとけばいい。ガチで。だって育成アイテムサボン。はい。育成アイテム。そう。今度本番ができるソープに初めて行く童貞かなです。何かやっておいてくださいみたいなことありますか。とりあえず2週間前からお風呂は2回入って爪も手入れしています。あとは1人でいたすこともしてません。他に何かありましたら教えていただくと幸いです。メンタル大事、緊張しすぎて立たないにならないようにメンタルだけは整えていってください。余裕を持っていきましょう。マジで緊張して立たないが一番あるんですよね。うわそうなんだ、そんなあるんだ。あるあるある。こっちとしてはもう緊張しないでって言うしかないから。はい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 。どうやって緊張をほぐすかみたいな、こうなんかお話とかして、気が緩んできたなぐらいのタイミングとかをこう見ながら、まああっちの人が何とかしてくれるんで、大丈夫っすよ。プロなんでね。うん。プロなんで。プロですから。2週間も一人でいたさなかったら逆になんかさ、泣いていかないか？男目線。そうなんですか。いやちょっと2週間はちょっと試すぎかもしんない。修行層の領域というか逆に達しちゃうかもしんないなねえ思うよねみんなね。逆になんかあ俺しなくても生きていけんだなみたいなあるかもしんないからちょっと2週間は気合入りすぎで空回る可能性があるわ。3日で完全補充って言いますからね。3日で完全補充、補充しなかったものは3日以上の分はたまんないから。ふん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 、逆にメンタルをね苦しめてる可能性があるわ。だから単純に苦しいでしょ苦しいプラスその期待値が2週間分なわけじゃん。でそれで緊張して立たないがあるかもしれないから。あと思ったより良くなかった時にすげえ腹立つから多分2週間もしなかったのに許せねえって多分なって恨みに変わっちゃうんでそうね、まあまあまあファンタ10円セールやってたのに俺我慢したのにとかなっちゃってね悲しくなっちゃうから3日前でお願いします。以上です。次いきます。これ、はい、これスタンミさん名前が上がってます。あ三つ星ナミさんはじめまして。スタンミさんの動画から知りました。悩み相談なのですがマシュマロにて失礼します。初体験のお話なのですが男友達に手を出され入ったのは入ったのですが喘ぎ声が出ませんでした、うん、私がスタンミさんぐらいの声量のストリーマーの方の動画を見ている時に手を出されたので動画はそのままで雰囲気が微妙でした。どういうシチュエーション？その後は泣いたらしく頭がハテナハテナの状態で終わりました、うん、あまり興味がなかったのでそういう知識に疎くネット代理にすると声は義務と書かれており友達にそれとなく聞くと出るよと言われました。動画のせいでもあると思いますが泣いた理由の中に私も入ってそうだなと感じています。恥ずかしさがすごくほぼ無口だったので動画のせいじゃねえよお前、俺のせいお前ふざけんなお前のせいだよ自分が声出ないからマグロなのかとかなかなかに悩んでいます。長文失礼しました。よろしくお願いします。まあこれまあ誰が悪いってどう考えてもなんかそういう雰囲気でもないのに空気読めず手出してきた男友達が悪いと思うんですけど。それはそうだね。まあそれはそうだね。いやシチュエーションが独特すぎない？うん。その気で多分合ってたんでしょうね。よし今日こいつ俺抱いてやるぜみたいなスタンスで合ってて、映画を見てるタイミングとかで手出すシチュエーションってあるから、まあ動画見てるタイミングでもいけるやろみたいなテンションで言ったらいけなかったっていう話でしょ。そうね。これを悩み相談で送ってきてるってことは慢性的なマグロになっちゃったって話なのかな。疎いってことは多分興味がないってことだから、うん、男女の性行為について興味がないのに急になんかそんなまあ半まがいのことされたらはあなんだおめえくらいな多分なるんですよ。まあそれはしょうがないよねこいつとやりたくねえのにだるっていうタイミングの時ってなんか嫌だなっていうアピールをするために声出さないことってあるんですけど嫌な時って声出ないんで、うーん嫌だったんじゃないかなってこの女の子が、うん、もし今後好きな人とかといたすってなったらまあ多分まあ普通にできるんじゃないかなって気はします。普通に声も出るし普通になんか
反応できると思うんですけど。やっぱ女の子って気持ちが乗ってないと本当にダメなんだね。ダメっすね。やっぱダメなもんなんだ。男ってマジでお猿さんでバカだからさ。な、極論言うとさ、もう全人類がほぼ誰でもいいって言うとマジ印象悪くなるけど、なんか本当にお猿さんなの男って。はい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 。気持ちよさに関しては別に変わらんのよ。女の子って変わるんだね。変わりますね。まあ、恥ずかしさがその、まあ、好きな人とするってなっても、どうやって声出したらいいんだろう、分かんない分かんない、恥ずかしい、無理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 ってなることがまああると思うんですけど、まあ、そういう人にアドバイスというか、枕抱きしめて強く握ってたら声を出さなくても相手は喜びます。生々しい。あると思うんですよ。なんか恥ずかしいとか、まあ、声が出せない状況しかり、でも反応しないと相手萎えちゃうっていう時は、シーツとか相手の腕とか服とかを掴むとそれっぽく見えます。まあそうだね。野田はね、男目線からしてもね、そう見えるわ。萎えない、それは。そうそう、見分けつかないもん、男からするとそんなもんは。100演技ってことはないんですけど、まあちょっとオーバーリアクションみたいな、嫌そうなだなってなったら、多分本当に嫌そうな顔とか雰囲気出してると思うんで。まあそれありきだよね、演技ありきだからね、そういう恋って。もう、男の人で演技することって多分まあほとんどないと思うんですけど。男もね、演技するよ。まあするか、男も演技はすると思う。するか、心当たりあれば。相手の気持ちよさを考えてる人って演技する気がすんだよな。あー、確かに。多分自分のことで精一杯になってる人って演技しない。確かに。情やってたからこそ、どこまでやればいいんだろうみたいな。どこまでリアクションすればいいんだろうって、ずっと毎回思うんですよ、プライベートでも。一般成人女性ってどのぐらいみたいな。ちょっと待って、そこまで考えてる。ちょっと待って、やだやだやだ。なんかさ、もう気持ちいい100ないの。いや、ありますよ。あるけど、なんか3割ぐらいはそっちにリソース割かれてる。やだ、もう俺もう脳みそ全部気持ちいいでいてほしいわ。やめて、それちょっと夢崩れ。やだ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 。ここのギャップあるよな、女の子と男で。演技じゃないけど、わざとっていうか、まあ、無理やりにでも声を抑えてることとか、ドン引きされたらどうしようみたいな、気持ちが、まあ、少なからずあるんだろうなって。そっか、そっか。女の子のリミッターを外すのも、男の技量よな。まあ、確かに。ノリに乗せるのも。でも、職業病7点は難易度バカ高そうだな。もう、怖いもん聞いてるだけで。いや、まあ、本人には言わないですよ、さすがに。知ってるよ、そんなもんは。言うか。言ってたらやばいよ。いや、そこまで考えてんな。7点7点だけでしょ。多分私だけです。怖い話になっちゃいましたね。ちょっと怖い。男からするとホラーだね、これは。ちょっとホラーだね。どんどんいきます、次にいきます。風船にはネットでななみさんの切り抜きを見て好奇心があって、ななみさんのアーカイブをたくさん見ました。ななみさんが多くのことに対する態度や見方と私ととっても気が合っています。私の若い頃は感情が衝動がすごくて、当時の仕事批判があまり良くなかった人と結婚しました。最後、彼女は私たちはこれ以上お互いを縛りつけて終わるべきではないと言って結局別れました。それから私はずっと悩んでいます。最近彼女はとてもいい男性に出会って、過去をあやふやの関係を断ち切って結婚するつもりだと連絡が来ました。ななみさんに聞きたいんですが、彼女は自分の幸せを得るために自分の過去を切るのでしょうか。は、あとはもし、ななみさんの将来の彼氏がすごくド M だったら、ななみさんはどう思うするか聞きたいです。まあ、ちょっと最後は一回置いといて。これ、さばけるのすげえな。何を言いたいんだ、こいつは。ちょっと待ってよ。まあ、元カノがいて、自分は若干まだ未練があるって話だね。あって、どうやったら振り切れますかってことじゃないですか、簡単に言ったら。だね。女でできた傷は女でしか埋めれないし、男でできた傷は男でしか埋めれないと思うんで、新しい女作るしかないじゃないですか。まあそうかもしんないね。それはそうかもしんないな。なんかストーカー気質な感じがあるな。怖いね。この質問の仕方がちょっとなんかサイコパスチックなんだな。自分のことじゃないんだよね、ここで聞いてんのが。自分も彼女みたいに次の恋愛に行くべきなんでしょうか、
だったらなんか納得できるんだけど、彼女は自分の幸せの歌を得るために自分の過去を切るのでしょうかって、まだお前彼女のこと言ってんの怖いって、ストーカー気質だよまず当時仕事の評判があまり良くなかった人と結婚しました。私のような人はこれで十分かもしれない。どっちに対してもすごい失礼というか、自分のことを、自分のことをすごくすごく下に見すぎて相手に迷惑をかけるタイプなんで。これひどい文章ですよ。まずその女の子のことを、お前下に見てるじゃん。下に見てる女の子を俺から離れていったら、俺より幸せになろうとしてる。カッチーンってことでしょ、これ。ざけんな、お前、お前ふざけんな、ね、お前もうマシュマロ食ってくんな、ふざけるな怒ってる、切れるわこんなもん、気持ち悪いお前、怖いなー、俺は許せないこの人は。じゃあ次に行きます。これサムネにもなっているんですけど、風俗に行ってみたいんですが、まあ薬剤屋さんですね、うん、薬剤屋さんにぼったくられそうで怖いです、まあ、薬剤屋さんがいないお店、いてもぼったくられたりしないお店の見分け方を教えてほしいです。本当に関わってたりすんの、もう映画とかアニメの話じゃないの。まあ、ぶっちゃけあります。あるんだ。あるっちゃありますね。なるんだ、俺ねえと思ってたわ。まあでもほとんどないですね、本当に。多分全体の 1,2 割とか、もうちょっとあんのかな。へー、まあ、でも一般ユーザーが気にする領域じゃないんじゃないの。うん、直接は関わってないけど、まあこう突き詰めてったら裏についてますよみたいなのはあるんですけど、うん、普通に使うユーザーとしては気にならないというか、はいね、気にしなくてもいい範囲ですね。他のお店に引き抜こうとしましたとか、うん、そういうのだと結構出てくること多いんですけど、うん、そうじゃない限りは出ないです、うん、でまあぼったくりはシンプルで客引きについていかない本当それだけです。ネットに載ってるお店、風俗情報サイトとか、うん、そういうとこって結構審査厳しいんですよ、掲載するまでの。ああそうなんだ。だからああいうとこに載ってるお店は結構安全です。逆にね、うん、うん、安全です。俺さ、まあ、そういうとこに載ってるあれが気になってるんだけど、うん、なんか案内所、あれは何あれはなんで世の中案内あるのあれは何ですか。入ったことあります。ない。あ、まあ入ると写真がいっぱいあるんですけど、うん、お店ごとに女の子の写真があって、うん、紙媒体じゃないチラシみたいな感じですね。広告代を払ってお店が案内所に。あ、そうなんだ。よく成り立ってるね、まあ、だとしたらまだあんなによくあるね。ちなみにさんみさんってそういうお店行ったことあるんですか。俺ないんだよね。うーん、行こうってなったことは、行こうってなったこと、いや周りに誘ってくるやついるけど断っちゃってるね。興味がないとか。あー、なんで行かないんだろうな。女に困ってないから。違うよ、違うわ興味あるよ、興味、はいはい、興味はあるんだけど、うん、俺家庭が好きなんだよね。お持ち帰りする。お持ち帰りでもそうだし、なんかその恋愛っていうことに関してエッチ以外のところもすごい好きだからさ、はいはい、重きを置いてないというか、はい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 、なんか女の子と遊んだ時に曲の言えばしたら楽しいし、うん、しなくても楽しいことするし、うんうん、みたいな感じだから、うん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 、まあでも遊園地みたいなもので、うん、大人の女性が全力でいやらしいことをしてくれるわけですよ。あ、なるほどね、まあまあ、プロのお世話になってみたくはある。そうそう、普通じゃ絶対経験できないじゃないですか、プレイなんて。うん、そうね、そうねそれはそうだね。それとこれとは一緒じゃないんだよなって思って。そうなんだ、そうなんだ、なるほどね。そうそうそう、いやちょっと一回言ってほしいなと思って感想聞きたいなって。言ったらじゃあ言うわ。お、よし、言ったら言う。よし、はすごいだろうね。何してんのって多分正直なるとは思うんですけど、られてる、うん、すごいね。何これって多分なると思います。すごいね、うん、まあ行ったらだな、うん、いやこれ行かないやつだ行けたら行くと同じ類の香りがしますけど外配信のテンションで行かないですか行かない行かないよ